大和プロスタッフの橋本です。今日は、こちらハイドロハンド、まあ、4インチなんですけど、こちらの紹介と、新サイズの 2.5 インチ 5.5 インチの紹介をしたいと思います。まずハイドロハンドオリジナルの4インチですね、去年発売になってるんですけど、こちらの使い方から、説明させてもらいます。ハイドロハンド、まあ分かりやすいんですけど、ストレートワームにこう逆手ですね、微波動を起こす、まあ、ちょっとカメラで見れるかな、プル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 って微波動を起こすような、小さな逆手がついてます。ストレートワームにこの逆手がつくことによって、ホールさした時のアクションですね、こう投げて着水落ちていく間に微波動を起こしながら、落ちていく。本来ストレートワームはそういった微波動を起こしながら落ちるっていうのはあまりなくてですね、まあ、こういった逆手をつけることに、マイクロハンドをつけることによって、まあ、ストレートワームに足らなかったホールでのアピールを、持たせてます。でオフセットフックを使用として前提で考えて作ってますんで、まあ、ダウンショットリグである程度平行に、姿勢を保ちます。糸の張らず緩めずっていう部分の釣り方の、を大事にしたいので、まあ張らず緩めずアクションをさせずっていう場面で、ハイドロハンドの持っているこのマイクロハンドがまた微波動を起こして、バイトを誘発してくれます。まあ初心者の方からハイレベルのアングラーから、放置して釣れる、またわざと放置させて釣れるといった新しい釣り方ができるようなワームになってます。はい。でまあこのハイドロハンドに新しく 2.5 インチですね、すごく小さい 2.5 インチと5.5 インチ大きいです。まあ一回り二回り小さいのと二回り大きいぐらいですね、ワームが新しく出ました。でまず 2.5 インチなんですけど、こちらは、おかっぱりアングラー、足元を釣るような、すごいフィネスな釣り、あとはバスが小さいフィールド、小さめのウェイトが多いようなフィールドではこちらの 2.5 インチを、使っていただいて、まあこの 2.5 インチただ単に寸法を縮めただけではなくて、サイズ感、素材も見直して小さくしてます。テールのサイズも小さくなってますし、素材も若干重くしてますんで、小さいことによって、ワームの、操作感がなくならないように素材を重くしてます。でネイルホールといいますか、フックホールが本来ハイドロハンドには特徴で設けてるんですけど、そのアシストホールが 2.5 インチにありません。それは、マス張りの使用の前提、あとは細軸のオフセットフックを使う前提のため、ホールをつけるとずれやすいというのがありましたので、 2.5 インチにつきましてはそのホールを設けていません。ですので、まあ、おかっぱりのアングラー、あとはすごいタフなフィールドの方、ぜひ 2.5 インチ使ってみてください。また 5.5 インチなんですけど、かなり大きいです。オリジナル4インチと比べるとこれだけサイズが違います。 5.5 インチはもうズバリ、大きなバスがいるフィールド、あとはですねリグの多様性ですね、キャロライナリグであったりネコリグであったり、いろんなリグにも対応するために、サイズを大きくしました。もともと4インチは全国の、ある程度のフィールドで使えるようなサイズ感っていうのを見て4インチにしましたけど、 5.5 インチはやはりその一発大物狙いとかね、でかいバスがいる、あとは遠くに飛ばして目立たせるとか、そういったいろんなさらに応用を広めたワームサイズになってます。ですんでちょっとダウンショットは苦手だな、ネコリグが好きなんだなっていうユーザーさんとかね、アングラーの方がいたら、まあこの 5.5 インチ進化、ネイル進化、やっぱりこちらはねネイルホールついてますんで、ネイル進化入れていただいてネコリグに使っていただいてもいいですし、ヘビーキャロのねビャーンって飛ばすようなリグでもいいですし、まあ、いろんな用途で使ってみてください。3サイズ 2.5 インチ4インチ 5.5 インチ揃って、まあ、どんなフィールドでも使えるようなサイズ展開になりました。ハイドロハンド放置して釣れるワームなんで、もう初心者の方から、プロアングラーまでぜひ試してみてください。よろしくお願いします。マイクロハンドが生み出す微波動でもう放置系最強のワームです。まずは投げていただいて引っかかるような場所、シチュエーションというよりも引っかかるような場所で止めておく、これが釣るためのコツだと思います。